それは頑張ってくださいって。ありがとう。春休みスペシャルウィーク、本日はダブルヘッダーでございます。俺にとっては恐怖のダブルヘッダー2試合目でございます。ダブルヘッダーっていうのはね、サードシーズンの開幕戦以来、それ以降やってないんですよね。いいことないので。横浜スタジアムナイトゲームの模様を今日はお送りしたいと思います。交流戦第3試合となります。二次元アイドルナンバーワン決定戦フォースシーズン、アクア VS ガールズバンド連合の試合をお送りしたいと思います。それではそれでは、スターティングオーダーの発表参りましょう。先行、前回のミリオン戦で公式戦初勝利、アクアをも飲み込めるか、ガールズバンド連合、3試合1勝2敗0分け、得失点マイナス3点となっております。百花リーグですね。それではスターティングオーダーを発表しましょう。1番レフト宇沢リー、2番ライト市ヶ谷ありさ、3番センター平沢優衣、4番サード富山かすみ、5番セカンド牛込りみ、6番キャッチャー真鍋のどか、7番ファーストことぶきつむぎ、8番ショート鈴木純、9番先発は秋山美穂ちゃんでございます。対する高校、波乱の交流戦の波をアクアなら乗りこなせるはずだ。ラブライブサンシャインアクア、両ランリーグ3試合を消化し2勝1敗0分け、得失点プラス6点となっております。それではスターティングオーダーを発表しましょう。1番ライト高見知花、2番セカンド国木田花丸、3番センター渡辺陽、4番キャッチャー黒沢大也、5番ファースト小原麻里、6番サード対馬佳子、7番先発は松浦香南ちゃん、そして8番レフト、いつきちゃん、そして9番ショートのむっちゃんとなります。いきますよ、皆さんよろしくお願いします。プレイボール。さあ始まりました、横浜スタジアムナイトゲームの模様、交流戦第3試合でございます。さあ先発は今季初先発になりますカナンちゃんです。さあ交流戦用のビジターユニフォームに身を包んでいるガールズバンド連合、下が回らねえ。1番バッターはなんと宇沢りーちゃん。さあ松浦監督自らスライダー、ちょっと真ん中甘い球ではございますが、カナンちゃんはやはり気迫、ストレート、3年生同士バッテリーです。ダイヤちゃんがねいるので、さあストレート、これはどうだ、ヨーちゃん突っ込んでくる。さあ2番の市ヶ谷ありさ、このねガルバンのユニフォームはアストロズですねをモチーフにしております。さあストレート、カナンちゃんはねこのゆっくりとしたフォームから繰り出しますからね、ストレートでもコースいいですよ。甘く見えるかもしれないですけども、このテンポ配球さすがカナンちゃんと感じがしますが、スライダー、さあうまく打った、このねスライダーをねうまく捉えましたね。さあ梨紗ちゃんツーベース、さあランナー二塁、バッター平沢優衣、これが淡白だ、優衣ちゃんどうした、ピッチャーフライ、そしてバッターは富山かすみ、前回ヒットが出て打点も上げました。長いトンネル抜けた感がありますかすみちゃん。さあフォーク、まだアゼリアはね投げてませんね、1球もね。
やっぱねここぞっていう時に投げないとね、アゼリアはね。さあフォーク、ここはちょっと注意ですよ。ツーシーム、どうだ、これは切れていきます、ファール。ストレート、どうだ、これはうまいとこに落ちる、レフト線、先制はガルバン。やはり富山霞目覚めました。このチャンスに強さ、これが霞ちゃんです。捉えたストレート、先制ガルバン。結構ね予想とはね反したね、順位とは反した感じでね、交流戦さすがに波乱を呼びます。さあストレート、さあもう諦めてる方もいますけども、ここは選手たちを応援してください。俺も応援してくれジャスティスというわけで、さあバッターはリミちゃんです。ストレート、素晴らしい、これがカナンちゃんのストレートです。いやストレートを軸にしているところはいいと思いますね。でも初回アゼリア投げませんでしたね。さあバッターミオちゃん、あバッターじゃねえよ、先発はミオちゃん、そしてバッターはトップバッター、久々のトップバッターです、チカちゃん。私もから元気、チカちゃんボール見えてますよ、スライダー手を出しません。ストレート、さあこれはリーちゃんが前進していきます。あとは鋭い打球が出るかどうかだと思いますね。前回当たっていました花丸、チームはね負けっていうことはありましたが、やはりこの花丸絶好調、二遊間を抜く鋭い打球。そしてバッター3番に復帰、ようちゃん、花丸ボールが見えています。そしてこの3番3割キープしてます、ようちゃん、ストレート、これは花丸、さあゲッツーは、ゲッツーは取れない、ようちゃんの足です。そして4番のダイヤさん、開幕戦でこの横浜スタジアム、さあどうだ、アウト。いやこれようちゃん仕掛けましたね。あのねこの今のねスチールなんですけど、印象としてはですね、多分そのガルワン連合のそのバッテリーのね呼吸っていうのを見たのかもしれません。なので俺は今のねスチールはね、ようちゃんのスチールは悪くないと思います。おっとアゼリア、うるさくね俺だからね全員に与える、そのアクアの打線全員に与える印象っていうのがあるので、今のねスチールはね悪いとは感じませんね。そのガルバンとはね初戦初めて当たるわけですから、どういうチームかわからないんでね。だからようちゃんのスチールが成功してたらどん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 走ってくる、そういうのもあると思います。真鍋さん三振、そして7番に降格している麦ちゃんです。しかし一発の魅力ありますよ麦ちゃん。ツーシーム、やはりね情報がないんでね、多分ガルバンはねアクアの情報っていうのはねかなり資料があると思いますが、スライダー、逆にガルバンの資料がないんでね。さあスライダー手を出しません。ここの打席ちょっと注目ですよ麦ちゃん。カナン監督、スライダー引っ掛けた、サードはヨハネ、安定の守備。そして今日ですねりっちゃんがねスタメン落ち、まあ、監督専念ということなんでしょうか。ショートに入っているのは鈴木純ちゃん。ザストライク、まあね今まで見てた方は全部先制したチームが勝ってるんでね、だからその雰囲気がねドヨーンとするかもしれませんが、応援してあげてください。応援は力になります。フォーク素晴らしい、
高めで甘い球に見えるかもしれないですけどね、その前のね、ファールっていうのが真後ろに飛んだのでタイミング合ってるんですよね、ストレートにね。なのでフォークに切り替えた、そこはさすがです。カナンちゃんもね、ダイヤちゃんと一緒にね考えながら投球してると思います。バッターは黒沢ダイヤ。さあミオちゃん、開幕戦ではね、あのイースト渋谷凛と投げ合いました。素晴らしい経験になったと思います。さあストレート、アリサちゃん突っ込んでくるが、ダイヤさんノーアウト一塁、バッターマリー、マリー現在首位打者、ホームランも打点もマークしております。さあこのカーブだ、このカーブをうまく使っていきたい。しかし変化球打つのうまいですかね、今シーズンのマリー。さあちょっと続けてきたぞ、制球が定まれば素晴らしいが、ツーシーム、これも見ます。マリー選球眼もたげている。サークルチェンジ、カットします。サークルチェンジ引きつけた、今シーズンのマリーはここが違う、変化球を引きつけます。そしてバッター6番の対馬佳子、絶不調、打率が8分3厘。さあガルバンとしてはこのヨハネを目覚めさせてはいけません。ストレート、ストレートできたぞ。さあ見ます、ストレートがちょっと多いですね、配球ね。コースはワイド、おーっと内角詰まり、まだヨハネは眠っているのか。バッターはピッチャーである先発のカナンちゃんです。さあ3年生がグラウンドに揃った、サークルチェンジ、このカーブとサークルチェンジをねうまくっていう感じもあると思いますが、サークルチェンジどうだ、ファール、ストレート、これはどうだった、この配球。さあダイヤさん帰ってくる、ダイヤさん帰ってきた、同点、アクは同点。さあこれちょっと甘いぞ、しかしこれしょうがないか、やはり3年生が並ぶとグラウンドに揃うと何かが起こる。アクはあっという間に同点。さあバッター樹ちゃん、ここは切りたい、ミオちゃんここは切りたい、サークルチェンジ、このサークルチェンジをうまく使いたいですよね。ストレートももちろんなんですが、生きてくるボール、カーブがねちょっとボール気味なんでね、ストレート、ここはミオちゃん渾身のストレート、ほとんどど真ん中。さあバッターむっちゃん、9番のむっちゃん、恐怖の9番バッター。さあツーシーム、全て右に持っていく。皆さんねよくお分かりだと思うんですけどね、右に押っつける、これがね基本です。センターから右、右バッターからするとセンターから右の打球、アクは逆転。さあバッターチカちゃん、ミオちゃんここ踏ん張れ、ミオちゃん踏ん張れ、開幕投手。さあ真鍋さん、この変化球を生かしたいんだが、本当はねサークルチェンジがいいんですよね、変化球の中で一番やっぱね勝負を決めるときには今のねストレート、これでね勝負をさせている感じがするんですが、これもね成長という部分ではあるのかもしれませんが、やっぱり強者アクア逆転に成功。さあバッターミオちゃんです。そうですね、逆方向にこうやっぱ打つっていうのは基本ですからね、野球の。ストレート、甘いように見えるがやっぱり組み立てだ、やっぱりコース、そして組み立て、タイミング全てが揃えばど真ん中でも打てません。さあバッターリーちゃん、
いいじゃんね、初のスタメン。スライダー、これいいとこに決まった。しかしまだガルバンね、チャンスありますよ。ストレート叩きつける、いいバッティング。さあフォークよく見ました。ストレート、さあこれはライト前。アゼリアはあんま投げませんね。ここの意図は何なんでしょうかね。まだ1球しか投げてないですよね。あの真鍋さんの初球にっていうだけですからね。さあ現在好調、さあ市ヶ谷さんも続く。もうね、多分みんなね打撃戦を期待してるんでね。さあバッターはワンアウト一三塁、バッター平沢優衣、先ほどのチャンス、ピッチャーフライ。ここはなんとしてでも早くもターニングポイント。ここはね変化球にねなるべく合わせたくないぞ。さあゆいちゃん何を待つ。さあスライダー打ち上げた、これなんすよね。ストレートにね結構ヒット性が当たり出てるんでね。しかし今日もうね好調だと思います。かすみちゃん、先制点はかすみちゃんでした。さあターニングポイント、このターニングポイント大きいですよ。取った方はでかい。かすみちゃん同点打ができるか。さあアゼリア、ここぞという時にアゼリア、これは打てない。なんだこの松浦佳南の投球、素晴らしい投球だ。なんかもうなんか野球漫画見てる感じですね今のね。さあバッターは花丸美桜ちゃんもね本当にいいピッチャーと当たってますからね、かなり吸収していること多いと思います。さあストレート、よく花丸ついていきました。真鍋さんがねあのサークルチェンジをうまく使っていくとね幅が出るんですけどね。ツーシームいいですよ、ツーシームもいいですね。多彩ですからね変化球ね、スライダー、そしてドロップ、カーブ、サークルチェンジ、ツーシーム、ストレート、かなり多彩です。バッターようちゃん、ようちゃんもね絶好調ですからね。とにかくね素晴らしい試合を見たいという、もうねみんなね素晴らしい試合やってるんですが、もっともっとっていうね、あーなんかこうスキルみたいなね、ジャムプロジェクトの。ストレート素晴らしい。さあストレートが生きてきた。さあとにかくぶつかれ、全てをぶつけろガルバン。イーストにやられ、そしてアクア、ミューズにもやられ、しかしこの対戦相手の引き素晴らしいものがあります。ストレート気迫が乗ってきたか、ミオちゃんのストレート、外角のストレートいいですね思います。さあバッターアリサちゃんです。さあツーシーム、今のはちょっとね思ってたボールと違ったと思いますね。今のストレートを待ってたと思うんですよね。そしたらツーシームだったんでね打ち上げてしまいましたね。さあゆいちゃん、さあ結構甘い球なんですけどね、ちょっと手が出ません。ゆいちゃん思いっきりのいいバッターなんですが、さあ高めにボールが浮いてきた。これはわざとなのか、それともいったー、やっぱり気になった、今のフォークですね。ゆいちゃん同点、やっぱりこうあれわざとじゃなかったんですね。やっぱり変化球が浮いてきましたもんね、2球ね。スライダーですね、やっぱり浮いたところ、ゆいちゃんの打球
場外へ消えるライト、レフトスタンドですね、第1号ホームラン。さあ同点、ガルバン追いついた。さあ回は6回中盤、いやー2球続けたね、変化球がちょっとね浮いてきたんでちょっと危ないと思ったんですけどね、あそこまたフォークで行きましたんでね。さあスライダー、ここかすみちゃん大事ですよ、ここをねサクッと終わらせない、それが大事です。ファーストゴロ、三振で終わるよりは全然いいと思います。さあバッターはリミちゃん、スライダーです。さあツーシーム、ストレート、みんなね打撃戦を覗いて、望んでるんですね多分ね。まあ、これを打撃戦、まあ、まだ打撃戦っていうあれじゃないかもしれないですけどね、うちの野球では打撃戦かもしれません。さあファーストゴロ、このねカナンちゃんの打球ってゴロが多いんですよね、これ特徴なんですよね、フライよりかゴロが多い、調子がいい時のねカナンちゃんの投球。おっとピッチャーここで交代だ、同点の場面でピッチャー山中沢子2番手、なんと秋山美桜5回で降板ですか。さあバッター花丸、ちょっとね調子っていうものを見たのかもしれないですね、あまり調子がいい感じではなかった、まあ後半からですね4回かな、ストレートがねいい感じで入り出したんですけども、ここで交代。さあバッターは花丸です。さあデスデビル、多投は禁物ですよ。ストレート、さあようちゃん今日まだね2安打ノーヒット、これも初球ドロップカーブ、こうピッチャーを変えるとねまたなんかこう流れがいろいろ変わるっていう話もありますけども、ドロップカーブ、ショートフライです。沢子ちゃんなんとか3人で切りました。さあのどかちゃん、さあストレート、アクアは7回松浦佳南マウンドに向かっている、向かってるじゃねえや、マウンドに立ちます。ツーシーム、まあ、ガルマンとしてはね、初のホームランですよね、チームとしては。さあこうなってくるとあと1点ですね、次の1点がかなり重い感じになると思いますが、さあツーシーム、これはねガルバン、ここでね1本でもヒットはね打ちときたいですよ、打ちときたい打っときたいですよ。ここ三者凡退で終わるとね流れ的にどうなんだっていう風になってしまうかもしれない。スライダー、カナンちゃんをね捉えられそうで捉えてないんですよね、まだね好調なバッター、見えてるバッターとまだ見えていないバッターがちょっとはっきりしている状態なので、ストレート、ここは何としてでも隙を作りたい、ストレート、やっぱりね鈴木ちゃんも、鈴木ちゃんだって、おーっと全力ストレート、やっぱりね逆方向に持っていくっていうのを心がけてますね、2本のファールがそうでした。さあバッターマリー、
今日は1打数1安打、あ、2打数1安打、7回裏のマリー。かなりね、ガルバンはね警戒しなければいけません。このマリー、ストレート、ドロップカーブ。マリーの頭の中にはね何の変化球を描いてたんでしょうか。さあ左バッターボックス、スイッチヒッターです、ヨハネ。気持ちを切り替えられるか。まだノーヒット、ヨハネがかなり苦しんでいる。でもね本当にガルバンとしてはこのヨハネに打たせたらね、ヨハネとしてはとにかく鋭い打球、難しい球にね結構手出してるんですよね。デスデビル、まだヨハネのね打球じゃないですよね。あそこ失速するヨハネの打球ではありません。さあバッターはカナンちゃんがそのまま打席ということは8回のマウンドにも上がるということなんでしょうか。でもサワコちゃんいいですね。あの当初ねガルバンはピッチャー陣長継ぎ陣が弱いと言われてたんですけども、なかなかいいですよ。おっと、しかしデスデビル、やはりね多投するとやはり合わせられます。しかもこのライナー性の当たり、さすがカナンちゃん。さあバッター一木ちゃん、開幕戦でねホームランもありますんで、ここは警戒です。下位打線でも気が抜けません。アクア、サークルチェンジ、最後にそれを投げるっていう風に思わせてしまうとね、どうやっても合ってしまいますからね、タイミングがね。アウトです。デビル、いいところに決まった。さあ7回が終了して2対2、ガッフリ四つ。さありっちゃんが、おっと自ら代打、平永に連れてきました。さあ絶好調のりっちゃん、しかしね極度の不振、今日はスタメンを自ら外れました。ツーシームということで、さわこちゃんのところに代打なんで次ピッチャー交代ですね。なんとかここでガルバン1点をもぎ取りたい。さあこのリーちゃんのバッティング注目ですよ。スライダー、どうしてもゴロになるんですよね。さあリサちゃん起爆剤となるか。今日2安打、好調を維持しております。さあ風はどうなんでしょう。レフトからライト、いいストレートが入った。ストレート、これは見ます。ストレート、ようちゃんが追いついた。さあというわけでございまして8回裏、バッターむっちゃんから、おっとピッチャーがゆりさんですね。ゆりさんこれ3試合目の登板となります。ゆりさん調子がいいんでね。しかしぷよぷよ、さあこれがどうなんだ。ゆりさんぷよぷよ、さあバッターむっちゃんです。さあカットボール、スライダー、これも、おっと追いつけない。右に持っていく、すべて右打ち、これがむっちゃんです。素晴らしいバッティング。で問題はここですね、チカちゃんですね。チカちゃんがバントで送るのか、ここ鍵ですよ。バントの構え見せません。
右持っていく、さあノーアウトランナー一二塁、ゆりさんここは正念場、ぷよぷよだとかそんなの言うわけにはならない、ならないぞ。ターニングポイント、バッター花丸、花丸バント、初球バントの構え、ターニングポイント、ストレートです。さあ皆さんの応援、ぜひ選手を応援してください。さあバントだ、もう一回バントの構え、このバントは重要、決めてきた花丸、そしてバッター渡辺陽、ワンアウトランナー二塁三塁、8回裏バッター渡辺陽シュート、どうだ、これはちょっと浅い、チカちゃんだったら分からなかったか、むっちゃなしではね。さあここはでもダイヤさんが続きます、気が抜けません、ガルバン、さあダイヤさんバットを振らない時のダイヤちゃん怖いですよ。さあちょっと変化球が入らない、カットボール、ショート正面、アクア得点ならず、牛込より踏ん張りました、最後シュートですね、なんとか抑えた、ターニングポイント獲得。さあガルバンワンチャンあるぞ、おっとここでリコちゃんだ、カナンちゃんからリコちゃん、先ほどホームランのユイちゃんです。さあアクア桜内リコが出てきた、スライダー、流れがどっちだ、ストレート、おっとヘッドスライディング及ばず、このストレートで打ち取ったっていうのはちょっとでかいかもしれないですね。リコちゃんはね多彩なんでね、変化球ね、それをあえてストレートでいったっていうところがなんか面白い配球してますね。さあかすみちゃん、追い込まれるとね、リコちゃんはすごい球見せますんでね、スライダー、さあアクア全員野球ですね。さあリミちゃん初球を打ち上げた、いつきちゃんが前へ出る、さあ運命の9回裏か、アクアの攻撃です、バッターマリーから、おっとここでセットアッパーですね、初登板平沢ういちゃんです、ういちゃん対マリー、さあ総力戦、交流戦第3戦ダブルヘッダー2試合目、私としてのダブルヘッダーなんですけどね、ういちゃんと調子悪いですけども、初対戦ですからねマリーとね。さあツーシーム、ストレート強い打球、当たりを良すぎてシングルか、ノーアウトランナー一塁、いやあの低めの球をここに持っていくあの勢い、マリーしかできないですね多分、普通だったらゴロですよあんなもん。さあヨハネです、回ってきます、9回裏ノーアウト一塁、バッターヨハネ、目覚めろという声が上がっている、 U&I 特殊変化持っていますういちゃん、さあツーシーム、さあボールがちょっと先行した、バッティングカウント、ヨハネ何を狙う、こういう時のヨハネは怖いぞ、おっとマリーがセカンドに行く、セーフー、あーしかしヨハネ
根は三振、バッテリーエラー、マリーはその隙にセカンドに進みました。そして代打のよしみちゃんです。さあ U&I、 この特殊変化、さあツーシーム、この次はねむっちゃんですからね。ワンアウト二塁、このバッテリーエラーがねスコアリングポジションにランナー進んでおります。ストレート、これどうだ、これは浅いライトフライです。マリータッチアップはできません。あ、そっか、ここでいつきちゃんですね。あー、しかし打ち上げた、絶好のチャンスを作るんですがもう一本が出ません。アークは交流戦初の、そして公式戦では2試合目の延長戦です。ういちゃんなんとか抑えましたね。ミスは出たんですが、おっとここでルビーちゃんですね。さあ全員野球アクア、前回ね打たれましたけども防御率は 2.57。 さあシャロンどうだ、これ低い打球、このねのどかちゃんにヒットが出るとっていうのがあるんでね、先頭バッター出してしまいました。甘いですねボールね。さあボールがちょっと甘い。さあバッター麦ちゃんです。なんとかこのシャロンをね連投するとさすがに見切られるんでね。さあボールはちょっと甘いですよ。そうですね、やはりこのシンカーなんですけど、シンカーもちょっと高めに浮いてますね。さあストレート、これは打ち損じか麦ちゃん。さあここで代打の斉藤さんです。さあ8番だから純ちゃんのところに代打ですね。さあシャロン、さあ牽制、ルビーちゃんはね、乗ってくるともう手つけられないんでね、最初の回はね結構不安なところが何球かあるんですよね。そこをダイヤちゃんがどう落ち着かせるか。さあ少し牽制を投げます、ランナー釘付け、シャロンだ、いいところに決まった。さあ9番そのまま守備に入ってます、りっちゃん監督です。さあこの牽制がねあるんでね、かなり走れないですよね、走るっていうか仕掛けられない。さあこのシンカーが外れるのも気になるが、ストレート、これはチカちゃんです。さあルビーちゃん先頭バッターにヒットは許しましたが、その後後続をピシャリ。さあ初登板ですね、山吹さやちゃん、さあやちゃんですかね。さあ今日3安打のむっちゃん、さあやちゃんも初登板、ガルバンのねクローザーですからね、さやちゃん威圧感持ってますよ。ストレート、好調のむっちゃんを三球三振。チカちゃんね右打ちしましたからね、チカちゃんここ注意ですよ。さあ右に持っていく、ストレートにねあまりこだわりを見せるとっていうのがあるんでね。さあ花丸の打球はここはなんとかピシャリ抑えました。もう次投げるのかですね、ルビーちゃんも。さあおっとこれ島根ですね、やはりルビーちゃんは1イニング限定、
さあ島根も今シーズン初ですね。さあ皆さんご承知の通りファーストステージ12回裏で終了となります。さあスライダー、島根はね数々のピンチをね救ってきました。さあバッターは1番のリーちゃん、ストレート、ようちゃんが掴む。そしてありさちゃんです。打てそうで打てないんでしょうねこの島根のストレートはね。そしてチェンジアップっていうかサークルチェンジあるんでね、これですね。これがねやっぱり1球間に挟まれるとねどっち待とうかってなりますからね。ストレート、さあコメントも線越えている、ありがとう。サークルチェンジ、これはむっちゃん素晴らしいプレー。さあバッターゆいちゃん今日ホームランを放っていますが、先ほどはねやられましたんでねリコちゃんにね。さあここは注意です、みんなの印象もありますからね。ストレート、ここは裏を変えたストレートですね。ストレート、どうだ、大きい、伸びる、今の1球ストレートを続けて投げた、これはしょうがないのかもしれない。しかし浦沢優衣値千金のホームラン。11回表ガルバン1点を追加、1点を勝ち越しですね。平沢優衣今日2本目のホームラン。さあバッターかすみちゃんです。ガルバンに大事なのはこれで終わらないこと、これで終わってしまうと今日の試合は勝てても次勝てません。ガルバンこっからヒットを積み重ねないといけない。サークルチェンジ、まあストレートをね配球2球続けたのはねまあこれはねしょうがないのかもしれませんが、スライダーだ。さあこの1点どうなんだ、ガルバン11回表勝ち越し。おっとここでピッチャーが花園耐え、さあガルバンも総力戦、タエちゃんが出てきた、ようちゃん初球打ちセンターフライ。さあミニマス戦でね驚異のデビューを果たしましたこのスナッパー。さあとにかくアクアを飲み込めるのかガルバン。さあ黒沢ダイヤボールを見ている、スナッパーが入らない、ツーシーム。さあ頭には変化球があるのか、ストレートついていきます、ストレート、これは追いついたリーちゃん。さあバッターマリー最後のバッターとなるのか、それとも追いつけるのか、バッターマリー今日4打数2安打。ちょっとねストライクとボールがちょっとはっきりしてる感じがあるんですがどうなんでしょうか。さあいいボールツーシーム、追い込んだぞ。さあこれは1球見ます、さあスナッパー入らない、フルカウント、スナッパー入らない、フォアボール。そしてヨハネに回る、ホームランが出れば逆転サヨナラ。ちょっとねこうスナッパーが入らないんですよねタイちゃんね。しかし絶不調今日もノーヒットのヨハネ、
ってくる。低めのいいボール、ストレート、さあランナーが回る。ヨハネ続いた、ヨハネ続いた、素晴らしい打球、素晴らしい打球です。さあここで近ママですね、代打。ああ、調子が悪いが、これは関係ありません。ママは一発があります。ママはねブンブン振ってくるんでね、とにかく変化球でちょっと翻弄したいところあるんですが、そのスナッパーがね鍵ですね、これですね。さあ2ストライク追い込んだ、バッター近ママ、ピッチャーは花園太江、4番手です、5番手ですね。さあスナッパーがちょっと入らない、ストレート甘く入ると一発があるぞ。カットボール、よく見た、スライダー、これも見た。さあフルカウント、あーっと、スナッパー、タイミングが合わなかった、タイミング合わなかった。しかしこの熱戦制したのはガルバン。やはりアクアも交流戦のこの大波乱飲み込まれてしまったのか。本日のヒロイン、もちろんこの子、平沢ゆいちゃんです。2本のホームランで大活躍。